どうもヒデです。今さ、再生数稼ぎとかのために iPhone8 と iPhoneX っていうのが今度発売されるって発表があったから、それのなんか解説動画みたいなの上げる人多いじゃないですか。どっち買うみたいな。まあ、解説動画をみんなが見たいのはわかるんだけど、そもそもなんだけど、みんながそんな解説動画を見なきゃいけないほど難しくしてるっちゃダメじゃない？スマホってみたいな。なんかスマホって、まあ、契約とかも特にそうなんだけど、機能とか通信制限とかいろいろあんじゃん。あれさ、複雑すぎるよね。まあ、まだできたばっかのもので発展途上だからしょうがないと思うけど、もう早くもっとわかりやすくしてほしい。なんか変な機能いらないからみたいな。スマホって気持ち悪いスマホオタクのためのものじゃなくて、一般の向けのものじゃん。もう、あれなきゃ困んじゃん、結構。てか、あれない人ってほんとさ、情報格差生まれちゃうじゃん。それぐらいのものだからさ、もっとわかりやすくした方がいいですっていうか、してくれよって。ほんとね、まあなんだろうね、スマホオタクの人ってほんと、なんか気持ち悪いから、そういう人のものじゃなくて、ほんと頼むから、わかりやすくするべき。変な、もっとわかりやすくして、あと iPhone に関しては丈夫になってんのかな？ 6 プラスの時点では丈夫じゃないから、丈夫にして、もうわかりやすくするべき。余計な機能とか、カメラの性能を上げるとかは、正直、いいっす。あと、オタク向けの機能とかは、ちょっと、まあ、それの専門のなんかやつでやればいいと思うんだ。一般向けのやつは、ちょっともうちょっと、まあ、パソコンもそうだけどね。それを言ったら、スマホもパソコンもだけど、タブレットとかも。もっともっと簡単にしてほしいし、そういうね、まあ、再生数稼ぎは悪くないかもしれないけど、そういう動画を見なくて良くなるようにしてほしいと思います。はい、以上です。Please subscribe.